らっしゃい。あ、てめえは、ここは俺の馴染みの店だぞ。いつもおおきに。さ、どうぞどうぞ。ああ、せっかく今日は一人で飲みたかったのによ。それはこっちのセリフだ。店主、酒だ。えい。たく、こういう日もあるか。そうだな。そういや、今日は風間と一緒じゃねえのか。冗談言うなよ。俺はあいつの家来でもなんでもないんだぜ。ほう、その割にはいつも一緒じゃねえか。ま、お前ら人間には分からねえだろうが、鬼の世界もいろいろあんだよな。ほう。なんでお前にこんな話しなきゃならねえんだ。てめえが勝手にしたんだろうが。お前こそ、あのうるさい二人はどうした。ああ、今日は騒ぎたい気分じゃなかっただけだ。カッコつけやがって。お前だってたまにはあるだろう。酒だけを相手に考えたいことがよ。で、なんでお前とこんなしんみりした話してんだよ。お前が勝手にしんみりしだしたんだろうが。でよ、風間のやつ涼しい顔して無茶ばっかり言いやがってよ。ああ、俺にもわかるぜ。涼しい顔には腹が立つよな。甘霧も甘霧だぜ。風間に尽くしすぎなんだよ。そうだぜ、尽くすやつがいるから突き上がるんだよな。店主、もう一本。風呂最高。気持ちいい。一日の疲れが取れるな。待ちわびたぞ、ゴミ虫どもめ。風間と天城、いつからここにいるんだ。半時ほど前からです。マジかよ、よくのぼせねえな。のぼせるだと。全くなめられたものだ。貴様らのような下等で弱々しい生き物と鬼を同等に見るとは、思い上がりも甚だしいわ。天霧。はい。そろそろ限界のようだな。いえ、私は別に。そうか、限界か。ならば仕方あるまい。ここは一度引いてやる。ありゃ完全にのぼせてたな。そりゃ半時も使ってたらのぼせるだろ。ほんと何しに来たんだろうな。まさかあいつらこの隙に千鶴を。何、それが狙いだったのか。こらくそ、今行くぞ。大丈夫か。大丈夫だ。早く来てください。 Don't cry, don't cry.